本日はご来場いただきありがとうございます。時間になりましたので、関係を生み出すデザイン第5回トーク、ビジネス折り紙の可能性、地域環境におけるビジョンやビジネスをどうデザインするのかを始めます。多摩美術大学は株式会社日立製作所研究開発グループが開発したビジネス折り紙を販売しております。ビジネス折り紙は多様なステークホルダーとの関係を可視化して、社会やビジネスにイノベーションを起こしていくためのツールです。本日のトークでは、デザインだけではなく地域や観光の領域、研究教育の場でも活躍されている方々をお迎えしております。なお、これまでに開催した回ではリパブリック共同代表の市川さんであったり、青山ビジネススクールの黒岩教授など第一線で活躍する皆さんにご登壇いただき、ビジネス折り紙の議論を深めてまいりました。今回はそのシリーズの第5回目となります。それでは本日ご登壇いただく皆様のご紹介をさせていただきます。左から株式会社日立製作所研究開発グループデジタルサービス研究統括本部デザインセンター主幹デザイン長ヘッドオブデザインの丸山幸信先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、株式会社ティアム代表取締役で一般社団法人アットアイランド代表理事の伊藤翔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、立教大学観光学部観光学科大学院ビジネスデザイン研究科教授で立教大学大学院ビジネスデザイン研究科委員長、庄司隆之先生です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして進行は多摩美術大学統合デザイン学科教授の永井和文先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は以上4名によるトークセッションとなります。それでは早速永井先生におつなぎしたいと思います。先生、よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。まあ、あっという間というか、まあ、ちょっとどれ1回目がどれくらいでしたっけかね。いつ始めましたっけね。1年は経ってないぐらいだと思うんですけども、まあ、早その5回目ということで、通常タイトルは関係を生み出すデザインっていうのが結構タイトルで大きく、掲げてるんですけれども、実は今回からですね、少しテーマフォーカスの試みっていうのをしております。で、タイトルが地域観光におけるビジョンやビジネスを、まあ、どうデザインするかという、テーマで、今日は2人のゲストの方に来ていただきました。で、今日の、アジェンダなんですけれども、最初に少しだけ自己紹介、今も軽くしていただきましたけれども、改めて紹介いただくのと、それぞれ話題提供ということでですね、順番にお話をいただいて、で、これもともとは先ほどもちょっと紹介ありましたけれども、ビジネス折り紙の紹介のプログラムとして、このシリーズっていうのが始まっておりまして、そのご紹介もさせていただいて、でそこから今日のテーマについて少し議論を深められればっていうふうに思っています。で、一番最後Q&A の時間も取っておりますので、ぜひどしどしご質問いただければっていうふうに思います。それではまず、自己紹介の 方なんですけども、じゃあ伊藤さんからお願いできますでしょうか。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。伊藤翔というんですけれども、通名伊藤マンというふうに言いますので、よろしくお願いします。何をやってるかっていうのはちょっと複雑なんですけど、島で育って今島で授業しているというところで、話題提供の方でもお話しさせていただくので割愛したいと思います。実は出生地は六本木です。あ、そうなんですか。六本木で出生地はここですね。出生地、はい、1年ぐらいです。はい、戻ってくれて嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあお願いいたします。はい、ありがとうございました。こんばんは。立教大学から参りました、庄司でございます。
この後も話をしますが、立教大学、観光学部っていう、今でこそ、割と皆さんがあんまりびっくりしない学部になりましたけれども、なかなか珍しい学部と言われていた ところがありますけれども、そこに所属をしております。私自身はさっきもちょっとお話したんですが、実は企業とかですね、組織がもともと専門で、もともとはその今風に言うとイノベーションっていうんですかね、新しいことを起こせる組織とそうじゃない組織はどう違うんだっていうところからこの研究に入りまして、縁があって観光と結びついたものですから、観光地でも、次々こういろんなアイデアが出て、元気な観光地と、そうではない観光地っていうのはどういうところが違うのかみたいなところからですね、今日、テーマになっているような話に関心を持ったというのが経緯でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、丸山です。よろしくお願いします。日立製作所に席を置いて、デザインをずっとやってきましたが、そのデザインがプロダクトからインタラクションサービス、そしてビジネスのデザインっていうところまで広がってきて、昨今でもそのビジネスっていうものが第3回ぐらいかな、市川文子さんが言われてたように、一つの利害みたいなものをですね、その利害関係者としてこう、地域であったり組織であったりっていうのが集まってビジネスが出来上がっていく時代に、非常になってきたというのを痛感しておりまして、私自身も1対1の会社と、ビジネスに貢献するサービスデザインから、地域とか社会に対する、デザインの貢献というのを今思考しております。それをやる中でですね、一番最後に書いてありますけれど、武蔵野美術大学の造形構想学部にも席を置きまして、教授としてやりながらですね、地域のプロジェクトに関わっております。その地域に関わるちょっと手前のところでなんですけれど、実は先ほどご紹介になった庄司先生のところで、立教大学でも観光学部のビジネススクールでも客員教授をやらせていただいた経緯があります。そして今伊藤さんとはまだ個人的な付き合いの延長でやってる感じですけれど、一緒に大島の話を考えているということになります。今日はお二人の話がとっても楽しみです。よろしくお願いします。それではですね、ちょっと恒例なんですけれども、ちょっといきなりまたビジネス折り紙の話に戻るんですが、皆さんの中でビジネス折り紙を知っていらっしゃる方をちょっと手挙げていただいてよろしいですか。お、すごいですね。90% ぐらい。今ちょっと盛りました。今まででね、一番知られていると。はい、ありがとうございます。時間が経ってどんどん知られて、そうですね、徐々にやっぱりこの効果が、現れて、はい、じゃあちょっとここから少し簡単に丸山さんの方にご説明いただきたいんですけれども、まずそうですね、2022年12月より実はビジネス折り紙っていうのをこのミントタウンのまさにこのタブという場で販売が開始されました。で、もともとはですね、僕自身も多摩、クリエイティブリーダーシッププログラムという社会人向けのリカレントのプログラムをですね、3年前に立ち上げまして、その時にプログラムの中でですね、ちょっとこの部分は、ビジネス折り紙で、ワークをできればなっていうこともありまして、丸山さんにご相談して、それで丸山さんにお手伝いいただいたっていうのが経緯です。で、そういうお話をしている間に、なかなかね、これはちょっと門外不出のですね、ものだったんですけれども、少し日立もしくは丸山さんのお考えとしても、外に出してもいいんではないかなっていうタイミングと、ちょうど我々がそうやって使わせていただいたタイミングがぴったり合いまして、ついては、多摩美術大学で一つ販売みたいなことをできないか、ちょっと日立ではできない諸事情が実はありましてですね、別にやましいことでもないです。そういう事情がありまして、で玉美の方で販売させていただくことになりました。でおかげさまでかなりですね、売れております。今日もまた拡大が期待できますね。そうですね、はいはい。でもっともっといろいろ知っていただいて、もっともっと使っていただければというふうに考えております。でじゃあここから少しビジネス折り紙は、皆さんねご存知だと思うんですけども、映像を通じて逆にまだご存知ない方もいらっしゃると思うので、ちょっと説明をいただければと思います。はい、
ビジネス折り紙っていうのは、2006年ですかね、私がサービスをデザインするっていうことを立ち上げた頃で、当時サービスデザイン、今ほどその、今ほどというか基本的に日本でサービスデザインっていうのは立ち上がってなかった時期です。で、会社の業態がよりプロダクトから、情報サービスの方にこう拡大していく中で、そのサービスをデザインする方法ってあるんだろうかっていうふうに考えまして、でその時にやったのがですね、プロダクトデザイン出身で私いましたので、プロダクトはブロックを削ったりしてみんなにこれってどうですかと見せることができる。でインタラクションデザイン、情報デザインっていうものは何か画面に、イラストなりを書いて、で画面の繊維を見せることで疑似的に体験もできるし、プロトタイプできる。でデザインっていうのは作りながら考えるような思考の形式ですし、作ることによって考えが進む、そういう思考の形式ですから、やっぱりサービスを、無形のサービスってものをデザインするにしても何かやっぱり形にしてみんなと共有していく必要があるだろうっていうことで、その時ですね、一人ぼっちで立ち上げた、サービスのグループにこう、チームのメンバーがちょっと増やしてもらって一緒に考える中で、なんとなくその骨格が見えてきたと。でその時に、考えたやり方っていうのがこのビジネス折り紙で、ビジネスで言われているような、その仕組みですよね。それと、デザインが、やれるような営みをこううまく合体させようと。でつまりは、人のフィギュアがいっぱいあると思うんですけど、サービスの議論をですね、会社の中でしようとするとついついその売り手の話になって使い手の話が出ない。だったらデザインが得意とする人の視点というのをしっかり検討の中に枠組みに入れていこうと。で同時にその人を並べているだけではそこにどういうお金や価値の還流があるのかがわからないということで、じゃあそのビジネスの文法をうまく入れていこうということで、当時全く読んだことなかったハーバードビジネスレビューとかですね、クリステンセンとかですね、翔井先生の専門のところですけど、そういうのを読み漁って自分の頭に入れて合体させたのが、これになります。でこういったやり方をですね、少しずつ本とかに展開して、日本語で出てるものですとこの2つに少し触れられています。はい。で、ビジネス折り紙の特徴、これあれですね、永井先生が少し整理いただいたところもあるんですけれど、創造性のところで言えば、その見えない関係やり取りが可視化できる、つまりそのサービスっていう、形のない、その便益のやり取り、これをどうやって、みんなと、共有するのかということですね。で共感性っていうのはフィギュアとして立つわけですね。でそうすると、チェスみたいに動かしながら、この人ってこっちに行くことあるでしょとか、この人とこの人はさっていう感じで、ずっとその議論が空中戦にならずにですね、自分がそのフィギュアの目線に立って、サービスを、見ることができる。つまりこと何ですかね、こう聴感的にサービスを見る部分と、そのウォークスルーでありの目で見ることと両方ができるというのが一つの特徴になります。で3番目、可動性、容易に移動したり足したり削ったりできるというのは、グラフィックレコーディングでも似たようなことはできるし、それでも叶うことはたくさんあるんですけど、そのグラフィックレコーディングのスキルがない限りできないっていうものをちょっと排除してですね、誰でもがこの検討に参加できる。であとはいらなくなったら外してしまえばいいとかですね、一回書いちゃうと消すのはやっぱり勇気がいるんですけど、これを置くだけですので、置いたり戻したりもできると。で、俯瞰性、そのディテールを議論しながら全体を見通せるっていうのは、さっき説明した通り、ありの目と鷹の目っていうんですかね、それができる。で共同性、技術がいらないのでみんなが関与できるっていうのは、その議論のステージがあった時に、自分がその専門家のバックグラウンドで喋ることもできるし、ユーザーの目線で話すこともできるし、自分と違う専門性の人に対しても安心して、それってどうなってんですかってこう聞きやすい空気がある、おもちゃっぽさっていうのが、非常に重要な要素になってんじゃないかなと思います。で、誘導性って書いていただきましたけれど、箱を開けてポップアップすることでスタートができるってことで、特に説明しなくてもみんな箱を開けて勝手に見て勝手に始めるんですよね。で、なんとなく知ってる人がなんとなく使ってもそれなりに使えるっていうのが、ちょっとこの、しっかり骨格があるので、どう使われても大丈夫ってことですね。はい、ちょっと長くなりました。
それで使い方についてはね、今丸山さんからもご説明あったように非常にこうシンプルで使いやすいんですけど、それでも少しやっぱり知っといた方がよりそれを有効に使える方法もありまして、でそれがですね、タブのここはタブの場所なんですけども、そのサイトに動画として載っけておりますので、ぜひ関心ある方はそれをご覧いただければと思います。そうしましたら、じゃあ今日の本題に移りたいと思います。まず、じゃあ伊藤さんからの話題提供ということでお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとかっこつけたタイトルなんですけれども、僕自身この場に呼んでいただいてすごい恐縮ではあるんですけど、デザイナー、いわゆるそのデザインをする人、一般的なそれではないなっていう職種ではあるんですけれども、どちらかというとその場作りとかその環境を作るみたいなところをやる人であって、さらに僕は地域、離島、東京の離島で事業しているんですけども、そういうローカルの当事者であるという立場で、その場を作るときに、いろんなことが起きる、その対立も含めてそういうところをどうしたらいいんだろうなっていうのを常々思っていた中での、ビジネス折り紙とか丸さんとの出会いだったので、そういうところの当事者としての目線でいろいろお話しさせていただければいいかなというふうに思っています。はい、お願いします。はい、これおかしいですか。あ、でこれじゃあもう一個スライドしていただいて、はい、僕東京の島はこの東京がここだとしたら、バスーンと1000キロ、まあ1050キロ南に広がっている南北にめちゃめちゃ長い諸島で、まあ一応伊豆諸島と小笠原諸島というのが2つ入ってはいるんですけど、東京都の離島というところでこの1050キロのすごく個性豊かなグラデーションが広がっているような地域で、僕出生は六本木なんですけど、ごめんなさい、はい、でその後伊豆大島というところ、青ついてるところです、ほぼに幼稚園時代いて、で小学校時代小笠原の父島っていうところにいて、で小学6年から高校卒業までは八丈島っていう島で育つ、3つの島で育ったっていう結構珍しい背景を持っている人です。そういう背景もあり、東京の島で何かできないかということで進めてきたというところで、いろんなことを割愛をするんですけども、僕は本当にやりたいこと、今 やりたいなと思っていることは、この情熱があるのが東京の島々、背景も含めてで、大事なこと、大事にしていることがやっぱり守っていくとか、そういう価値観が非常に強い人である。で得意なこと、これずっと分かんなかったんですけど、環境を作る、ちょっと環境っていうと仰々しくて、場を作る、そういうところを実は振り返るとやってきたなと思っていて、そういう得意なところを生かして何ができるか、僕だからできることは何かっていうのを今進めているというところです。でその中で、いろんな事業はやってはいるんですけど、大きく分けて左側が島に愛のある人を増やす、そもそもここに愛のある人がいなければここを守ろうという機運も生まれないですし、それを動かす人もいない、旗は立てる人もいないみたいなところで、現場、宿とか飲食店とかそういう観光の現場の事業をやっているのが始まりだったりします。でその中でこういうところを築いたあたりから、島に愛のある人がいたとして、その人たちが島に接点を持てるような、もちろん関わりしろを持てるような、そういう領域をやっている人はほとんど当事者側にはいないので、そこになろうとなれる、僕だから興味も含めてやれるんじゃないかということで、東京諸島の東京都離島区というメディアをやっていたりとか、コワーキングスペースみたいなところでコミュニティ作りをやったりとかしているという感じ。この中間はシェアハウスだったりします。観光のもう一歩があるといいなというところで、いろいろやっている人ですという感じです。はい、で前提、何を話すかというのも大事だとは思うんですけど、どういう人が話すかということも意味合いとしては重要かなと思いますので、でこの数字、離島に関わる数字なんですけど、何だか分かりますか。さあ、離島出身のミネちゃんは分かりますよね。僕うちのインターンをやってくれてる大学、日本大学の学生さんです。これ実はね、最近更新されてるんですよ。前と変わってます、うん、はい、なるほど、違います。ありがとうございます。はい、めくっていただいて、これは日本の離島の数です。
まあ、日本自体が離島の集結、島国なんですけど、まあ、本土も含めて島です、定義上は。で、あの人が住んでないものも含めたらこれぐらいある、非常に島が多いあの国であるというところです。次にお願いします。で、日本の有人島、このその中で人がちゃんとあの登記上住んでいる島は何とあるでしょう。大体どれぐらいとか、ちょっともしかしたらこの2人はこの前話したから聞いちゃったかもしれないですけど、教えてください。分かってん、聞いてなかったですね聞いてなかったかもしれないですね。だね、大体外れてもいいです。何も聞いてなかったですね寂しいですけど、はい、じゃあお願いします。はい、416棟ぐらいあります。その中で橋でつながってないのは、まあ、純粋な隔てられているのが300棟ぐらいと言われています。はい、で、じゃあ東京都にある有人島、じゃあこれみなちゃんリベンジで、人が住んでいる島、あ、正解です。はい、11棟です。あのサッカーの人数って覚えると分かりやすいですね。なるほど、なるほど。はい、でもどこがフォワードでキーパーなんだみたいな話をするとちょっと揉めるので揉めます、基本的にしないですけど、はい、という前提、島多いあの国ですよということです。その中の11棟、東京にある島で僕は生まれ育って授業してます。生まれたの違う、育って授業してますという前提です。次お願いします。で、まあこういうふうに詳しくはいろいろ調べていただいたりとか、ぜひ行っていただきたいなというところなんですけども、あの1000キロ離れてるんで、瀬戸内海と島みたいにギュッとはしてないです。非常に太平洋にポツンポツンポツンと浮かんでるんで、あのダイナミックであるというですし、それぞれが離れてるんで個性、自然も文化も含めてあります。これ一つ一つプレゼンしたいんですけど、多分そうすると11時間かかるのでやめます次に行きます。はい、でちょっとまあ同じみたいな話なんですけど、東京の島々でどういうところだろうみたいな存在を、一応僕は東京の島が好きなので考えるんですけど、その中で、まあ、国土、まあ、国としてっていうところがあるなと、まずあるなと思ってて、これ日本、あ、でも世界地図ですけど、の中で日本っていうのは国土としては、これ下の方の61位、まあ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 かなみたいな。で、あ、いいですか。あ、そう、これでこっちです。はい、で、あのこれは領海の話なんですけど、でいうと世界第6位までガーンと上がるんですよ。だからそれはやっぱり島国であると、島がこれだけ無数にある島国であるからこそ、非常に領海が広いということです。はい、ポジティブですよね。だからこういうふうに見て、公園領海ですけど、これがもう世界6位を誇っているというところで、さらにこれ東京の島だけで換算すると、実は小笠原諸島も含めると、あの日本の 38% が伊豆諸島、小笠原諸島が守っているみたいな見え方もするので、非常に重要、国土として重要なポジションにあるというのがまず考えられるところなんですね。で、でもなんですよ、これむちゃむちゃポジティブだったんですけど、僕ら当事者側からして、あの国とかで、さらに東京都です、唯一に近い単独の黒字自治体にあることで、僕らはやっぱり守られているという感覚が非常に強い島であるというのも、あのなんて言うんだろう、その空気感を、東京の諸島の空気感を作っている結構大きなファクターだなというふうに思っています。で、まあ、そういう意味でやっぱり危機感みたいな部分が非常にいい悪いと持ちづらい環境はあると思います。自分たちであまりその事業努力しなくても支えてもらえる、農業を別に売れなくてもまあ買い取ってもらえるみたいな、そういう大げさに言うとそういうことで、やっぱり危機感というものを感じづらいということが、全国の離島、例えば地域づくりで有名な海士町、島根の隠岐諸島の海士町とかでは、やっぱりもう自治体として合併して吸収されるというところを、やばいと、やだと言って断ったから、まちづくりが始まった、本格的なみたいなところがある地域が結構多くて、我々はそれを待ってても多分そういうタイミングが現れないなというところに気づいたんですよ。そこが僕がやっぱり走りたいなって思って、なんかネガティブなんですけどモチベーションだったりします。はい、
でじゃあどういう我々は誇りを持てる場所なんだろうっていうのをちょっと別の角度でもちょっと紹介したいなというふうに思ってます。これあのプレート最近ちょっと伊豆大島で地震が頻発してはいるんですけど直接噴火には関係ないと言われてます。であの4つのプレートに挟まれているのが日本です。その中でプレートって大陸プレートと海洋プレートがあるんですけど海のプレートと海のプレートがぶつかると重い方のプレートが沈む。ただ太平洋プレートが沈んでいっているところに出る水を巻き込んだところ岩盤を巻き込んだものがマグマとして吹いてくる。それで形成されているのがこの東京の島々です。前提としてでその中であの島にも実は2種類ある。それがこれなんですよ。大陸島と海洋島言われてあんまピンとこないですよね。多分島は同じでしょみたいななんですけど大陸島っていうのはもともと日本本土とか中国大陸とか何かしら大きいところにくっついていたものが分離したものが海洋島、あの大陸島です、ごめんなさい。で海洋島はそこから生まれて一回も本土とかにくっついてない場所、ずっと独自であった場所っていうのが海洋島。ちょっと正確なデータではないんですけどこっちが9割こっちが1割と日本の中では言われています。つまり海洋島ってレアなんですよ非常に。し何もない溶岩しかなかったところから全ては生まれているっていうところが実はそのレア度を高めているあの一つのファクターだなと思ってます。成り立ちとしてでここら辺はまあ自然きれいだよねみたいなどこの全国そうだと思います、はい、そうなんですけどもあの富士山から連なるそのプレートの流れとしてあの国立公園に認められているとか世界遺産とか、小笠原諸島もなっているとか非常にあの、まあ、公式的にも認められているっていうのもやっぱり海洋島であるからこそあのそこで独自に変化したものや生まれたものでが非常に多い。そういうあの生物とか植物と非常に近い距離で高密度で会えるみたいなところで非常に重要なあの場所だったりもします、はい。まあ、ここら辺ちょっと話すと長いんですけど、まあ、人はどうやって歩んできたかみたいなところで人の歴史でいうと旧石器時代から実は人が来ているという証拠が残っています。神津島の黒曜石っていうものが本土とかで出ている。それをもう照合すると神津島のものであってここにあるっていうことは旧石器時代に行ってなきゃ無理だよねっていうことです。でここら辺は縄文時代あのから少しずつ住んでたかなみたいなものが生まれています。縄文人もこういう飾りを作ってこれを取るためだけにあの300キロもカヌーとか漕いできたんですよ。半端ないなんかそういうなんかそういうおしゃれとかあったのかなとかちょっと気になりますけどそういう場所でもあったみたいなところで江戸時代になると流人で聞いたことあります。あの江戸時代とかに、まあ、罪その時の罪を犯した人たちが島流しみたいな感じで流されるみたいな人でもそこには教養人知識人いっぱいいてそういう人たちが実はミックスされて文化を作ってきてくれている。だから結構ポジティブに捉えている方も多いですしこの新島にある流人墓地っていうのはすごい丁寧にきれいに整備されていてすごくおもんぱかられているみたいなところがあるって考えたらあの流れてきた人たちで島はできている。だからその時間軸が違うだけでもともとここに住んでた人なんていなくてあの外から来た人と一緒にこの島を作ってきたっていう歴史があるはずなのに今だけ見ると結構ローカルと移住者外の人みたいな分断が結構起こってるんじゃないかっていうのをこの前提振り返るとそんなことなくないかっていう話ができるなとかは思って伝えたいなと思ってる部分です。まあ、あとそういう人が生まれるということをあの文化みたいなものが生まれるということでこれ結構まだちゃんと言語ができてないんですけど日本の創世の あの伝記である古事記ってあるじゃないですか、まあ、そこに出てくるあの話の中で、まあ、中盤ぐらいに国譲りみたいな話があって、まあ、天照大神に佐野が系の人たちが、まあ、国を返すみたいな話なんですけどそれを対話によって返したみたいな神様が琴城主命とだから出雲大社の息子なんですけどであるとでその人がいわゆるこの東京の島々を作ったよっていう伝説はこれは別の伝記なんですけどあってということは日本の創世のところの歴史あのその伝説から今東京の島々の伝説がつながっていて
さらにここの琴白主の御事の妃とか王子が各島々の神社の、あの神様であるみたいなところがつながっていて、で例えばそこ の, あの神社 の, あの娘だったりみたいな、そういう今現在もこの古事記の流れの中の一つの最先端にいるという感覚みたいなものを振り返ると非常に持っている。で琴白主の御事様がいる神社、三宅島の戸賀神社というところで、あの今年久々にコロナ禍明けてお祭りができてみたいなところを祀ってるんだよとかっていうなんか感覚を持てると非常に重要な役割を僕らはただ神輿担いでるんじゃなくて持ってるんじゃないかみたいなものを意識を持てるんじゃないかと思ってます。はい、時間これ大丈夫ですか、どっかに書いてある大丈夫でしょう。はい、はいはい、でまあそういう僕らなんかもっと誇れるものがあるけれども、僕自身も島で育ったけれどもそういう誇りを持つには至らずに出たんですよ。多分ほとんどの子たちがそうだと思います。あんまり知らなかった、まあいい場所だよねみたいな感じで、そこら辺のマインドセットができないっていうのは今後 の,、まあ、の地域の力に なりづらいリスクになるなというふうなことが思って、僕らできることがあるんじゃないかと思って東京都離島区、知ってますか離島区って、知らないですよね、東京都に離島区があるんですみたいなあのこれは結構ハレーションもあるんですけど、あの港区の先に、まあ、離島区があるっていう設定です。はい、イメージです、できるかもしれないですけどね、はい、あの設定なんですけど、それぐらい誇りを持っていい場所だと我々はと、港区の下じゃねえみたいな部分の反骨心も含めてあります。はい、でそういうのもやってるんですけど、島で実践当事者として5年間とかゴリゴリに観光をやってきた中で気づいてきたことがあって、結構みんな島が好きだとは思ったんですよ。あの消防団とか青年団とかいろんなことをやるんですけど、みんな結構で対立が起きるんですよ。し何も変わらないみたいな、諦めてるとかいろいろあるんですけど、どんなに偏屈なおじいちゃんとかもよく話を聞けば結構島が好きだみたいなことがあるな、これどうしたらいいかなみたいなところが悶々としているみたいなところがあって、でその中で抽象度を高めてみようみたいな、でじゃあそのおじいちゃんに、あなたじゃあ島この島に人がいなくなって、まあ、でも一応国としては守られるから自衛隊の人が2人だけ住んでいる島になってもいいですかって聞くと、多分それはダメに決まってるんだろうみたいな話が起きるし、その暮らしの文化がなくてもいいのかっていうところ、さっきの自衛隊の話もそうです。で自然ここはコンクリート全部なってもそれでも島がいいのかっていう話をすれば多分嫌だという、だからここら辺の抽象度であれば、まあ、大きな方向ではその矢印あのが揃っていける範囲じゃないかなみたいなところを考えたりしてます。はい、でこれまあさっき言っちゃったことなんですけど、まあ、いろんな対話ができない部分があって、まあ、こういうことをすごい課題感として感じてたから、し僕は場作りみたいなことがなんとなく得意だなっていうことを気づき始めたから、ファシリテーションみたいなことを学んできたんです、聞きましたと。はいはい、でもやっぱりなんかやれることもやりきれること全然進まないなみたいな感覚を持ってたとこもこともあって、でやっぱりその地域に住んでる人ってこれ多分あのマルさんとかね詳しいんですけど、あの基本的には目の前のことに対処する、あの人口が減っているということがあればじゃあ増やそうみたいな、それなんか反応その場の反応であの生きてしまっているということが、観光客が減ったらじゃあ増やそうみたいな、そこになんか視点を切り替えることはやっぱりそこにいるからこそ難しいみたいな、それがあってのか分かんないですけど、そこにいる人の目で虫の目だとしたら、あの、まあ、もっと上から上空から俯瞰してみるとか、魚、まあ、時空をちょっともう少しあのいろいろ編集しながら見てみるとか、まあ、逆に逆さに見てみるとか、なんかそういうことが建設的にできたらいいよねっていう悩みが結構課題感があったんですよ。で、まあ、そういう時にもまた丸さんに出会って、あの美術折り紙というあの情報を教えてもらって、ですぐにもう一回会いに行って教えてもらって、でそれを教えてもらったことをもとにあの3つの島で実践してきたという、まあ、いろんな授業をしている人たちの、まああんまりやりきれてないなって感じはあるんですけど、まず授業を
そうやって俯瞰してみたときに、どこに課題感があるのかとか、どういうことがまだできそうかとかっていうのを各現地の仲間たちと一緒にやってきました。でこれ三宅でやったとき、この2人が来てくれて、はい、この前エコフっていう NPO の、ボランティアで10日間三宅島に行ってくれて、ずっと一緒にいた学生たちです。だから経験者なので、後で質問とか。なるほど、はい、期待しちゃいますね、はい、っていうふうに。でもこれやってみると、やっぱり俯瞰できることで見えてくるものとか、考えが促進されることが、うん、そのコウモリじゃないですけど、これ逆に言えばこれが魅力じゃないみたいなものが結構見つかるなというふうには思ったんですよ。難しいなという感覚も持ちながらも、非常にこれは続けていくと価値が生まれそうだと、一つの方法としてっていうのを今感じているところで、まあ、こういうところに呼んでいただいて、いろいろ当事者としての目線も入れながら、この美術折り紙、何か、ね、僕自身が活用していくためのアイデアも欲しいですし、僕がローカルで実践するということで何か還元できるものがあれば嬉しいなと思ってやってます。はい、そのところで、はい、以上になります。ありがとうございました。じゃあ続きまして、庄司先生からお願いいたします。はい、それでは、はい、改めまして、まあ、地方創生というようなことと絡めながらですね、まあ、いわゆる観光という中で、このビジネス折り紙っていうものに、まあ、私自身大変関心を持っていて、まあ、もう関心を持っているというか、まあ、もう今かなりがハマり込んだファンになっていると思いまして、今日も実は5セット買って帰るんでございますというのもですね、というのも、本学は今、10月今度14日かな、東京都さんから今度支援を受けて、まさにその観光 DXっていうところで、あ、じゃあそれは観光地経営だ、観光地経営人材っていうこと、ごめんなさい間違えました、10月14日は、本学が自分たち の研究所でやる講座なんですが、そこは観光地経営、地域としてマネジメントする人たちの専門家を育成するっていうプログラムがありまして、でそこで早速、これを使ってですね、ワークショップをやりたい。でそれ以前にも僕はすでに今日本中に DMO とか DMC って言われるような組織が観光の中でできてますけども、デスティネーションマーケティングとかマネジメントっていう領域がありますけど、そこの方々にぜひこれを使ってほしいっていうようなことで今働きかけを行っていたりとかしてですね、でこの間それこそ丸山先生にも来ていただいて、具体的に長野県の志賀高原っていうスキー場で有名なエリアがありますけども、そういうところでですね、ビジネス折り紙を使ってワークショップをするというようなことをやっているということになります。でまあ、今日の話はじゃあ次お願いします。で今日の話はですね、まあ、観光学、まあ、私がまあ観光学部っていうところから今日来ていますので、観光の話をということで考えていますが、ちょっとまあせっかくですので立教大学の観光っていうところから話を始めたいというふうに思うんですが、本学では1946年にですね、ホテル講座っていう形でこの観光研究というのが始まっております。日本で少なくとも4年生大学としては一番古いというふうになっているのですが、その後まあ東洋大学さんとか、あるいは今だといろんな大学さんがさらにですね、観光学部観光学科を作っておられるということなのですが、で今と随分様相が違いまして、1946年ですので、もともとはですね、このかなりこう平和産業っていうようなことがですね、大々的に言われて、第二次世界大戦直後ですから、で我々のホテル講座はその時の富士屋ホテルの社長だった方の遺産でできるんですね、遺言でできると言ってもいいかもしれません。つまりその今でも言いますが、その平和でないと観光が成立しないと、観光にとって平和はバイタルだということをよく言うんですが、紛争でも、まあ、今回もコロナもそうですけど、何かがあると、自由に人々が行き来できないと観光が成立しないっていう側面があります。で一方で観光を通じて相互に理解をするとか分かり合うっていうことで平和に貢献するだろうっていう、その2つの側面をどうも我々の先輩たちはですね、非常に大事に考えて、なのでその実はあまり本がいまだにそうなんですが、うちの本観光学部はあまりビジネスというよりはどちらかというと観光現象をで、できればその平和に貢献するというようなところを、まあ、大事に考えているという、そういった、学部大学になっております。次お願いします。
で、ただそうは言ってもですね、ここあともう15年ぐらい経ちましたかね、観光立国なんて言葉が言われて、で日本が国を挙げて観光に力を入れるとこということになってきますと、まあ、今言いましたように平和というよりもどちらかというと経済効果 というようなことが注目をされ、まあ、今もインバウンドって言われるような外国人の方が日本に来てほしいというようなことになると、いわゆる輸出と同じなんですよね。外国人の方が日本に来るっていうのは日本の今までの経済を支えてきた自動車に代表される輸出産業と同じことになりますので、そうすると、まあ、輸出がどんどん増えるということは国がまあ元気豊かになるよね、あるいはこれが地域との関係でも同じことですよね。地域に入ってくるお金が増えてくるというようなことで地域が元気になる、活性化するというようなことにですね、どうしてもまあなりがちというようなことになって、でそれがまあコロナ直前の2019年にはですね、まあ、それまで実は日本っていうのはですね、日本人が海外に行くって方が全然主流だったんですね。でそれがまあ入ってくる外国人の3倍ぐらい、この500万人という数字は、ビジネスを入れての500万人でしたので、ビジネスのお客さんを入れてもその3倍ぐらいが海外旅行に行くという時代が長く続いたのが、2019年に、まあ、3000万人と2000万人というような形で、まあ外国人の方が増えた。でこれら辺はもう皆さんインバウンドが増えたということで、現在もまあ言われていることですのでよくご存知かと思いますが、まあ、そういった急速になっていく中で、まあ、変な言い方ですけど日本中がですね、オラが町にもじゃないですけど、これまで日本人のみだったけどもっぱら日本人だったけども、外国人来てくれないのか、それも含めて観光こそがなんかこう地域を元気にするだとかですね、地方創生というようなことと結びつくのだというようなことを、がまあ盛んにまあ意識されるようになってきたということがあります。で次お願いします。でそうは言ってもですね、実は、観光消費額って言われる稼ぎ出す力っていうふうに考えると、実はまだまだ国際標準で考えると見劣りするということが言われています。で、これも、まさにそうやってさらに葉っぱをかける人がいるものですから、観光でもっと稼げるように考えろと、もっと外国人にお金を落としてもらうって言い方するんですけど、お金を落としてもらえというようなことが盛んに言われる。で、またその観光の領域の中で雇用誘発とか雇用創出といったりしますが、あるいは言い方を変えると裾野が広い産業だというふうに言われたりとかするので、この観光によって雇用を生み出す、雇用を増やす、でもっと言ってしまうと地方地域の問題の中にやはりこう仕事がないっていうのが非常にこうクリティカルな問題だというふうに考えたときに、地域地方に仕事を作っていくっていう、そういう可能性がですね、まあ観光にはあるというようなことを期待されるものですから、まあ盛んにですね、その地域地方あるいは日本全体としてどうやって観光を、まあ、より盛んにし、でその盛んにするっていう中によりそのまあ稼ぐ力って言ったりしますが、稼ぐ力あるいは仕事を作るということをこうもっと強化するのかみたいなことがですね、非常にこう盛んにまあ議論されている、研究されているということになります。でその中で今日の話の、まあ、ビジネス折り紙というような方法論がですね、極めて流行だというふうに考えているんですけども、まあ、そこがなぜなのかということを少しお話をしたいというふうに思います。では次お願いします。でこれはですね、この右の方、ですね、酒井淳子さんって言ってですね、本学のですね、本学がまだ観光学部が観光学科だった時代の卒業生なんです。でこの方は2003年かな、負け犬の遠吠えっていう本を書かれて、かなり物議を醸してですね、女性で結婚してなくてなんかこうなんか子供がいないと負け犬だとかいうような、まあ、自虐的なことを言ってですね、まあ、なかなか誤解もされてバッシングを受けたんですが、というまあ、エッセイストというか小説家という女性がいます。で僕は残念ながら一つしか違わないんですけど、実は直接会ったことが一回もないんですけど、かなり若い時から活躍されててですね、でこの彼女の本の中にこの観光の悲しみっていうタイトルの本があります。でもう僕はもうこのタイトルだけで彼女には一生頭が上がらない、負けたなっていうか、観光学部としてはこれを超えるのは至難の業だなと思うぐらい素晴らしい着眼点だなと思うんですけど、彼女はその自分がね、その東京立教大学の観光学科ですとかいう書き出しもあってですね、学んだのですが、その私はですね、こう観光というものにこの一末以上のなんかなこの居心地の悪さ、確かに彼女は言うんですよ、居心地の悪さみたいなものを感じるんだと。観光っていうのがみんなが考えるほど楽しいとか嬉しいとかっていうよりも、私はどうしてもこう居心地が悪い。
それは何かっていうと、やっぱり人様の生活、人様の日常にお邪魔させていただきます。私だけちょっと一時的にちょっと失礼しますって入り込んで、でなんかこう分かった気になるのも変だし、相手もなんか気遣ってくれるなみたいなことを感じると。でそれが彼女の言葉でいうところの、まあ、観光の悲しみだっていうところがなかなか素晴らしいなと思って、すごいなっていつも思ってるんですが、で何を言いたいかっていうと、観光って言った時にすぐこうおもてなしっていう言葉が日本だとすぐ出てくるんですけど、おもてなしっていう言葉とじゃあ親切と何が違うのみたいな話を学生にはよくするんですね。あるいはその観光って言った時とその親切はじゃあ何が違うのって、決定的な違いはお金をもらうんですよね。これお金をもらわないんだったら確かにもうちょっとシンプルというか分かりやすくて、本当に親切で相手のことだけを考えてあげましたとか、よくしてあげましょうっていうことで済むんですけど、そこだけでは済まなくて、そこにお金で最終的には生産するというか、お金を介在させざるを得ない。でそこになんとなくの、まあ、彼女風に言えばちょっとこう欺瞞性も含めてですね、なんかちょっとこう居心地悪いよねっていうようなことがあるんだろうと思ってるんです。でそうなった時に、まあ、僕の言い方だと、例えばその何が起きるかっていうと、なのでその非日常を体験するっていろんな方が言うんだけど、非日常は地元の方にとっては日常でも実は本当の日常ではなかったりしますよね。その観光客が見たいものと現地の方が見せたいものは必ずしも一緒じゃないし、現地の方が見せたいと思っているものが必ずしも観光客が見たいというものではなかったりとかする。その辺のちょっとしたこうなんていうかズレというか、あるいはそれを折り合いをつけて観光っていう形でみんな、うん、お互いにいいよねっていうふうにこうなんとなくこう一応笑顔で大人の対応してるんだけど、そこには実は微妙なズレが実はずっと内在してあるんだというふうに思っています。であるいはその場合にそういうのが自然普通当たり前、あるいはそのパターンしかおもてなしはないのだというふうにお互いになんとなくこう納得しているというか、満足なんていうかな、こうそこで折り合いをつけているっていうところが実はいっぱいあると思っていて、でそこの折り合いをつける、あるいはそれは当然だよね、普通だよね、自然だよねって思っているようなことを、まあ本当それ、あるいはもっとできないの。でそれが特に今デジタル技術が発達、どんどん発達しているので、デジタルを使って今までの当たり前が当たり前じゃなくできないんですかねってなことが多分今 DX っていう言葉で使われて考え盛んに議論されているんだというふうに思っているんです。で例えばそれはどういうことかっていうと、続き見ていただくと、日本中、ほとんど日本中ですね、どこの旅館とか観光地へ行ってもですね、チェックインの時間がだいたい15時ぐらいで、で10時から11時ぐらいでチェックアウトしてくださいって言うんですよね。なんでこうなっちゃってるんですかねもうほとんどの人は多分あんまり疑問も持たずに、そういうもんだっていうふうにですよね。でも別に15時にチェックインしなきゃいけない理由なんてあるんですかね。あるいはも、まあ、僕が言ったことはもっとあれで、その結果どういうことが起きてるかっていうふうに言うと、いろんな観光地がですね、地域 に観光に来てもらって、地域をよく知ってほしいって皆さん、ごめんなさい、もし誤解があったらおっしゃいますけど宿が15時しかチェックインできないので、そのエリアに行かないんですよね。もう本当にその泊まる宿泊地の手前のところで昼間ご昼ご飯食べるし、遊ぶとこ探すしですよね。12時半ぐらいに現地に着いて、じゃあ15時にチェックインしてさ、お風呂入りましょうかってなことですよね。で下手すると次の日10時にはチェックアウトなん でチェックアウトするとすごくいい街並みだとか持ってても、地元のコーヒーショップの喫茶店とかも開いてなくて、どこも人来ないねって言って、じゃあそれぞれお昼ご飯食べるとこ探してそこに行こうよって言って移動してしまう。結局滞在する時間から考えるといないんですよ結構。だから結局結構駅前の真昼、ちょうど12時ぐらいに地元を歩くと、地元の人もいないけど観光客も誰も歩いてないっていうようなことが平気で起きているわけですね。これ観光業界的には中抜けって言って、働き方としては中抜けシフトとか言って、つまり朝ごはん用意するわけですよ。それ5時ぐらいから働いてるんですよね。
で10時チェックチェックアウトでやっとそこでもう5時間働いちゃってるんですよ。で今度は夕方さ15時からチェックインですから、15時からチェックインで、6時にはもう早くご飯食べてほしいわけですよ。で8時に閉まっても20時ですから、ここでまた5時間なんですよ。そう1日10時間すでに働いてる状態で、昼休みはもう休憩で もちろん大変な旅館だとそこでしか掃除ができないとかってなってくるわけですね。でもそれってだから宿側の都合としては全くその通りなんだけど、これって観光客やそこで遊びたいと思あるいはリラックスしたいっていう人たちにとっても本当にそれがハッピーな状態なのかみたいなことは考えたいんだけど、なかなかあれ薄々みんな分かってたんだけど、それはどうやって考えるみたいなことがなかなかありませんでした。次お願いします。もっとこれ言われたら宿の人たちが嫌がるのはですね、あのさっきの、消費金額を増やしてほしい、日本にでもっとお金を使ってほしいので連泊、日本人は相変わらず日本の旅行者、日本人の旅行者は圧倒的に1泊2日なんですが日帰りなんです。2泊3泊っていうふうになかなかしてくれないんです。でせっかく宿を選んでくれて、せっかく泊まりに来てくれて、そこがいいって言ってくれるんだから、その方々が2泊したい3泊したいっていうふうに思ってもらえばいいじゃないですかと観光庁また怒られちゃう、ご用意含めていろんな方がおっしゃるんです。ですが実際には例えば夕食自慢の宿とかいろいろ言いますけど、ワンセットしかないんです。あるいはその季節季節にこの地域だったらこれが売りだよっていうのはありますけど、2泊目3泊目本当にされるとなったら何出すの宿、あので今度やればけど3泊とかしちゃ僕らが一番なすぐそういうことやろうとすると、3泊目から急になんかしょぼくなったりとかして、なんか急になんかあのしゃぶしゃぶ鍋でお願いしますみたいなっていうことがあったりとか、もうネタが尽きちゃうんですよねっていうようなことも、その今だとそれは普通当たり前で、1泊2日で1泊目の夕食が豪華で、あるいは朝食が豪華でっていう、ね、いいけど本当に連泊って可能性ないんですかねと。あるいはこれもよく言われちゃうんですけど、今東京に住んでたらもうその辺とかじゃまたすぐ外出てファミレス行って座ってからメニュー選び、ね、あんだけ豊富なメニューから選べるのになんでできないのよと。しかもなんでそんな夕方は6時からお願いします、6時半からお願いします、で朝あの泊まった瞬間にニコッと笑って、明日の朝朝食は7時ですか7時半ですか、選ばせてくれよと。分かんないよこれから どれくらい飲むか明日の朝そうです、ね、っていうようなことはないのが当たり前、それが普通だっていうふうに思ってますけど、果たして本当にそうだし、あるいはそれで本当に観光客は楽しめてるんでしょうかね。バイキングバイキングですよ今だから、もうあの外国人を取りたいので、そうするとバイキングっていうふうにしてワンセットっていうのをちょっとごまかす、だけどそれ本当に皆さんバイキング食べたいんですかねと、というようなことがあります。もっとややこしいことです。で僕これずっと文句言ってるんですけど、あの観光地とかに行くとですね、結構景色が良くてなかなか内装も、まあ、僕はデザインのことは分かりませんが、なかなかされたデザインだなと僕しろとか思うところに入っていってですね、でまず最初に目につく看板がこういうやつなんですよ。お水はセルフサービスでお願いします。いや間違ってないですよ、だけど観光地に来ていい景色見ておもてなしを受けよう、なんか何があるのかなと思っているときに、とにかくあの水は自分でお願いしますっていうわけですよね。これ何が起きているかというと、働いている方々はお客様に失礼がないように、あるいは変な言い方怒られたくないっていうことの表れなんですよ。水が来ないんだけどって言われたくない、あるいは水飲むのを我慢して座っててもらったら申し訳ないから、水はセルフサービスですって堂々とでかく書くわけです。あるいはコップをバーンと置いとくわけです。だけどそれって嬉しいんですかね、あるいは観光地に行ってやってほしいことですかね。それ僕らがよく言うんですけど、嘘ってこれまた せめてねお水飲み放題って書けよと、あるいは現地元の美味しい水ですって書いてくれれば、あ飲んでみようってなるじゃないですか。それをセルフサービスでお願いします、お水はセルフですって書いちゃうんですよ。あの多分皆さんもすでによく分かってきたと思いますが、つまり
ね、まさにそこ一言だけですよね。やってることは同じなんだけど、相手の気持ちっていうか受け取る側の気持ちに、に合わせるとか、この人たち何をしたいんだろうって思ってるかどうかだけなんだけど、でもこれが働いてるうちに現地の人、あの 業界側はいやいやそうしとかないと、あの問題が起きる、怒られる、叱られるっていうふうにどん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 なっていくことが分かっています。だからそこをさっき言いましたけど、とにかく思いっきりやっぱり打破する必要があって、もう一回ちょっと考え直そうよ、もう一回ちょっと確認しようよっていうことを考えるときに、僕はこのビジネス折り紙が非常に有効だなというふうに思っていて、今大変いろんなところで勉強させていただいているということになります。あとはちょっともっとざっくりというか、もっと大きな話なんですけど、で観光っていう時に、今日のそのテーマであるその関係をとか、あるいはそのどういうところに利害関係があって誰がこうつながっているのかっていうことが非常に重要だっていうことなんですけど、僕はまあ言葉が悪いので、観光をすぐもう借景ビジネスって言っちゃうんですけど、つまりその観光こそ、これまあもちろんちゃんと真面目な話をすると経済の外部性って言ったりすると、もうちょっとカチッと聞こえるかもしれませんが、つまり自分たちの商品の価値を決めているのが自分たちが全部コントロールできているわけじゃないんですよね。他のもの、まさにその借景って、外遠くに見える空だったり緑が綺麗だから景色が良くて、うちのコーヒーが売れてるわけですよね。僕が入れるコーヒーだけの価格で、ね、価値だけでうちのコーヒーが売れてないっていうことが起きる。それはもう、まあ、ビジネスだけ、観光だけではないんですが、厳密に言えば。だけど観光はもう典型的にそういう借景ビジネスというか、自分たちに関連する、自分たちは直接コントロールできてない人たちの良さが自分たちの価値、商品の価値にプラスに影響してくれているっていうことであれば、まさにその関係性をきちんと見極めるだとか、少なくともその人たちの関係があるってことを毎回理解する、だから認識するっていうことは当然必要であろうというふうに思うわけです。ですからその意味でも、この関係性ということをもう一回再確認できるっていう意味で、僕は非常にこの面白いなというふうに思っています。でこの関係性の中で、次お願いします。でこれ例えば、これちょっと時間がもうなくなってきたんですが、長野県では小布施っていうエリアがあります。で小布施はちょっと最近またいろいろ問題もあるんですが、ここ20年30年ぐらいでは最も、成功したエリア、観光客の呼び込みに成功したエリアというふうに言われています。でちょっと、後で調べていただければ分かりますが、実はそれほど広いエリアではなくてですね、で観光資源としても、もともと栗が有名だったり、あるいは、葛飾北斎さんが最後最晩年だったかなから来たのでというようなことはあるんですが、ね、あんまり特別にそれほど他の地域と比べて特段すごいということではないのですが、でここがじゃあどうやって成功してるかというとですね、これもちょっと僕が口が悪くてですね、ここであんまり怒られちゃうんですけど、これ要はですね、町ごとドライブインなんですよ。つまり長野県は何といっても善光寺っていうお寺が圧倒的な集客力を持ってますから、で善光寺に行った人たちが、これ今関越自動車、上越か、上越か、高速道路が通ってますので、バス旅行で行くと1泊2日2泊3日でこれぐるっと回った時に、最後のお土産買いたいんですよ、ちょっと、ね、ちょっとお土産買って帰りたい。でそういう人たちが高速道路からそう遠くなくて、でちょっと面白くてっていうところにまさに特化したんですよ。だからすごいですよ、一番すごい良かった時とか、元気だった時は大型バスが、観光バスがドドドって止まって、下手したら30分長くても1時間ぐらいの休憩ってやるわけですよ。でその間に皆さんわーってお買い物をして、土産物を買って皆さん乗ってダーって帰ってくる。それが次々バスが来るっていう。何が言いたいかっていうと、まさに観光客の立場に立った時に、別にみんながみんないわゆる観光目的地である必要は僕はないんだっていうことを証明だと思いますね、これ。他にもっともっと魅力的な場所があってそこに行きたいんです。だけどそこだけじゃなくて、その途中、その一番行きたいところだけを何ていうかな、回るっていうことはできなくて、途中の街を経由したりとかするわけ、当然ですよね。あるいはお土産も買って帰りたいよね、あるいはちょっと違うところも見たいよねっていうふうに、まさに観光者、旅行者側が思ってるわけだから、そこにきちんと対応すればそういった観光地も成立しますよね。でこれをもうちょっと言うとですね、すぐお願いします。
今僕が言ったのは、例えばこの小布施っていう長野県ですけど、ね、一番右側に東京がありますけど、当たり前ですけど電車で行くにしても車で行くにしても、東京から長野県小布施あるいは軽井沢、まあ、これ小布施ですよね、ごめんなさいよく見えないな、まあこの辺が小布施なんですけど、まあいいや、でところになんていうかな、どこでもドアみたいな形で開けたら小布施じゃないわけじゃないですか、当たり前ですけど、だ東京から行けば当然川越を抜けて、高崎を抜けてから、で山中あれ軽井沢抜けて、あの高速道路と、その間に例えばちょっと遅めのお昼ご飯食べたいねとか、さっきの話で言えば、あるいはどこ見るとこあんの、あるいはその皆さん人によって違うかもしれませんが、例えば、お店に長野県に行った時に、行きの道と帰りの道同じ道がいいですか、皆さんどっちがいいですか、場合によっては帰りはちょっと違う道で帰りたいよね、じゃあ群馬経由で帰ろうか、でこれ皆さん自分では、あるいは自分が旅行するときには確実にやってると思うんですね。朝ごはんどこで食べて、昼ごはんどこで食べて、次の日はどっちルートで帰って、帰りはどこでご飯食べて、お土産何買うって言ってますけど、その情報がちゃんと載ってるガイドブックってないんですよ。つまり長野県のガイドブックは長野県のことしか書かないから、理由は簡単ですよ、観光協会とかやってる人たちは地元の人たちからお金もらってるから、なんで他の地域宣伝するんだと怒られちゃうんですよ。こんなあの割と簡単なことが昔から言われているにもかかわらず解決されない。で地元で一生懸命観光協会やとか観光関係やってる人たちは、いかに自分たちの良さを知ってもらうか、売るか、ゆるキャラが作ってなんとかイベント参加してってやるわけですよ。いや違うでしょって、だって誰が考えてもそうでしょ、トータルでその旅行が楽しいかどうかをみんなは考えてるのに、途中で皆さんどうぞ乾こうがトイレ我慢しようが私たちは知りませんよっていうことになっちゃってるわけですよ、うん、とにかく地元にさえまで来てくれればいろんないいものがありますよっていうんだけど、っていうトータルでどうやって旅の価値を上げますかって散々言うんですけど、今のところまだで、そういう意識を変えてもらうためにも、あるいはそういうものが今デジタルのものでどんどんどんできるはずなので、今こそじゃあどうやって、まさに観光客旅行者の立場に立ったらどういう情報とかどういうことがしたいんだっけっていうふうにもう一回組み直しましょうよ というようなことを、いろんなところで発言しています。でこれはですね、あと特にそのインバウンドに関しての話なんです。でこれはまあ、あの僕が大好きな理論で散々いろんなところで喋ってるんですけど、皆さんどうでしょう、インバウンドの人たちが来て、今だとですね、長野県に一泊する人はですね、次の日はだいたい飛騨高山、もしくは金沢、そういう日のうちに行くんです。あるいはそのまま名古屋まで行っちゃうという人もいます。で皆さんこの話を聞いて、外国人特に欧米系の人たちはですね、守備範囲行動範囲が広いというふうにお考えなのですが、実は日本人も同じことが起きております。日本人がですね、例えば、ニューヨークシティマンハッタンに旅行に行くと、マンハッタンに旅行に行く人たちの一番のデスティネーションはナイアガラの滝です。ナイアガラの滝はとても遠いのです。何百キロも遠いのです、ニューヨークシティからすると。でっていうのを説明してくれるのがこのラケット理論って言われるやつで、この柄の形とあの丸いところを見ていただくと、これのこの形になっているのでという理論なんですけど、何が言いたいかというと、出発点から目的地まで、この距離が長いと当然この面が大きくなるっていうことですが言いたいんです。だから長距離を旅行してくる人たちは、その現地で移動する範囲が各面が広くなります。だから欧米から来る人たちは、僕らからするとと思うような、東京を出発して平気で長野を見て、金沢まで行って一泊で、その後は飛騨高山経由でなんとかなんとかってなる、見事にそうなんです。何が言いたいかというと、なのにうちはなんとか町だからとか、なんとか町だからって言ってうちの情報を売るなんてのは、もう愚のバドバドやれば言葉が滑る録画されてるんですよねなのでもう絶対無理なんですよ。もう一回ちゃんと旅行者観光客の立場に立って、しかもラケット理論があるぐらいですけど、幅広い範囲の中で選ぶ中で、どういうふうに彼らはしたいと思ってるんでしょうね、どういうことを彼らは希望してるんでしょうみたいなことを考えるっていうことが、まあ、国がおっしゃる観光立国も含めて思いっきり重要だということになっています。
で最後これをまた半分悪口じゃないですけど、まさに顧客視点というふうに僕は思ってるんですけど、志賀高原とですね、山の2000メーターの山の上に小屋、掘ったて小屋があって、でそこで、まあコーヒーぐらいは飲めるんですけど、夏場です、冬はスキー場でもちろんお客さん来るんですけど、夏場にですね、その高原植物か、高原植物、これちょっと本物じゃないんですけど、高原植物がこういうに書いてある T シャツっていうのがですね、1枚3000円、これが飛ぶように売れる、毎日1日10万円売り上げるとかいうのは普通なんで、月商300万、だから8月1ヶ月だけで300万ぐらい売れちゃうんですよ。で僕それが全く分かんなくて、なんでこんなのが売れるの、誰が買うのってよく見てるとですね、バス旅行で来た団体の女性ですね、まあ、おばさまと言って、まあ、いいですかね、大丈夫かな、ギリギリセーフ、おばさまたちがですね、皆さんどちらかというと中高年に近いから、皆さん買って帰るんですよ。受けるんだと思います？でよく見てたら、実はお嫁さんだというおぼしき人に買って帰るんです。つまりその世代の人たちからすると、今日1泊2日2泊3日バス旅行行ってるじゃないですか、その間自分のご主人、亭主なのか息子なのかの夜のご飯の支度を誰かに頼んでるわけですよ。その人にどうも持って帰るんで、買って帰るんですよ、ね、でそうすると安いのじゃダメじゃないですか、3000円ぐらいがちょうどいいわけですよ。で T シャツだったら、嫌だったら寝巻きにしてって言って誰かにあげてっても言えるから、だから本当にこれが欲しいかって言われると疑問なんだけど、この、まあ、なかなかそこでしか買えない3000円の T シャツっていうのが絶妙だったりとかするわけですよ。ちょっとすみません、僕は下世話の話になってますね。だけどその本当に観光地で地域でお金を落としてもらうっていうことを考えるのであれば、まさにこの人たちはなぜそこをそれを買うのっていうところに、やはりこれがいいかどうかは全く別ですけど、考える必要があるだろうというふうに思っています。で最後のお話はちょっとこれは話がちょっともう時間がないので端折りますが、これはこの次のですかね、僕みたいなおじさんが大好きな司馬太郎さんの本 の有名な坂の上の雲って話の中に出てくる、まあ、実在の人物ですね、秋山実之っていう人がいるんですけど、でその人が最晩年、ここでこの今のもう一個戻してもらっていいですか、この建物のもう今ないんです、この建物の前のところにお金持ちの方の別荘があって、でそのところで最後亡くなるんです。でそれを僕はたまたま行ったところでその話を聞いて、で僕は今残ってる建物の2階からこの海を見たときに、その秋山実之が最晩年最後に見た海ってこの景色かもしれないと思ったわけですよ。と思った瞬間にゾゾーってなったわけです。でこれ何が言いたいかというと、これ今度今価値競争って言ったりするんですけど、観光の価値はその場所だとかその提供が持ってるだけで作れるんじゃなくて、観光する側っていうかな、観光客の方が持っている教養だったり知識だったり経験と一緒になって価値が生まれるので、この景色は多分それを知らない人にとってみると何でもないわけですよ。あるいはそこに思い入れがない人からすれば、いやいや牧山さんねえ気がさっていくら言ったって何の価値も持たない。で今日の話は高津ですから、その単にどういうことを旅行者観光客が望むのかっていうことは、もっと言えばその人の経験だったり価値だったり、価値観だったりその教養だったりっていうところとも影響して価値が生まれてくるので、っていうふうに深掘りをするっていうことができてくるのかなっていうふうに、最近ちょっとごめんなさい話が中途半端ですが、っていうふうに考えたりとかするもんですから、まさにそのビジネス折り紙の可能性というものを非常に感じているという話になります。すみません長くなりました。以上です。はい、ありがとうございます。今日お二人に来ていただいているのは、まあ、今までデザイナーがプランニングとかデザインする行為の中で使ってきたものを、まあ実際 その観光っていう一つの、まあ、地域で作らなければいけない事業の話だったり、まあ、それを実践している伊藤さんだったり、
まあ、お二人がきっとこういうところにご関心をいただいているんじゃないかなっていうのをちょっと項目4つぐらい思いついたことだけ言わせていただくと、やっぱりまずはあれですよね、永井先生が関わられてましたけど、デザイン経営宣言の中でもその日本の中でその、まあ、このデザイン経営宣言の最も有力な、まあ、事業の適用分野が観光であるというふうに述べられていて、で私もまあそうだろうなと思ったんですけど、お二人と一緒にやってると、あ、間違いなくそうだなと。やっぱり地域が、まあ、言い方は良くないかもしれないけど、かなりもう、日本の中でも傷んできてしまっている。それは社会のインフラという意味でも、まあ、構造的な問題という意味でも傷んできている。そこの一つの、まあ、突破口になるのが、まあ、観光なんだろうなっていうのは、まあ、庄司先生の話聞いてさらによく分かりました。で、まあ、そういう観点で、お二人と私はつながってるんだろうなと。で、まあ、2つ目思ったのが、お二人がやはりビジネス折り紙を私が紹介させてもらった時に、どこに感動関心を持ってもらってるのかなと思うと、やっぱりその、まあ、そもそもデザインっていう話だと思うんですが、顧客視点とその提供者側の視点のこうチェンジを結構簡単にできるところ、そこにご関心を持ってらっしゃるような気がしました。やはり庄司先生よく言われてたのは、その観光だとビジネス側の立場で基本的にものを考えてしまうけれど、まあ、顧客は時々置き去りになると、でそういう話をされてた。で、伊藤さんは、まあ、その自分が当事者でもあり、でもビジネスとしてこれを成立させなきゃいけないっていう意味で、まあ、自分の中で、なんていうんですかね、共存しちゃってるわけですよね。事業家と部分と、その島民の部分と、でそれをこうチェンジするのがこう分かりやすくできるツール、そこに関心いただいているのかなと。で、まあ、3つ目が最後の価値競争にもつながる、まあ、サービスデザインの業界でいうとサービスドミナントロジックにもつながるところだとは思うんですけど、まあ、新しいその、価値 の, その意味とか価値とか意味、まあ、こういうものをベースにして今まであった関係を違う関係のように、まあ、見せてくれる、まあ、そういうところがまあ、サービスデザインでありビジネス折り紙が見せてくれるそのサービスの景観なのかな、ランドスケープなのかなというふうに、まあ、思ってます。まあ、そのあたりが私とお二人の共通点というか共通の関心じゃないかなと思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、まあ、5つ目のパートとして、地域観光におけるビジョンやビジネスを、まあ、どうデザインするかで、まあ、丸山さんもね一つご意見ありましたけど、で、まあ、せっかくなのでということなんですけど、お二人がね、お互いのお話をその聞いた上で何か思われたこととか逆に質問してみたいことですとか、ちょっとお二人の時間を作れればなと思うんですがいかがでしょうか。結構自由な感じ。何の時間ですか。我々はちょっとここで傍観してもらって。ああ、そうですか。なるほど。いや、もう心が痛いというか、まあ、思い当たる節がよくありました。たくさんありました。まあ、僕自身も結構最初の原点的には宿をやってきたので、そういう意味ではなんかそう決まってるからなんとなくやってたことっていうのはたくさんあるなみたいなところを思いました。いや、しょうがないんですよね。効率とかを考えるとあるいはそのさっきちょっと僕はまあちょっとまあちょっとなんていうかな、こうあえてこう印象的に言い過ぎてると思うんですけど、そうは言っても実際には本当に中抜けで休まないと人倒れちゃうし、うん、ですよね。あるいは掃除の時間とか実際ないんですよ、うんうん、あるいはお風呂、特にお風呂掃除ですね、うん、お風呂掃除の時間を取るためには間休憩してね、でしかもその間にいろんな人がお風呂掃除してるので、その間にコーヒーくれとか言われたら本当に困るんですよね、実際にはね、はい、だけどそれもだからまあだからこそまあちょっとそこに工夫が、うん、本当風の余地はあるんだとは思うんですけど、僕もだからそのどういうのがいいですよとは持ってないんですけど、ただそれがややもすると、まあ、できないものだ、当たり前だ、うん、そういうものだっていうふうになることがあるような気がするので、まあ、そこはちょっと、まあうん、まあね、僕は傍観者だからそう言ってるんですよね。いや、だからそこはミックスできると本当にいいですよね、うん、だからやっぱりやりたくないわけじゃなくて、ね、気づかないだけだっていう話もすごくあると思うんですよ。気づいてないから、その視点になれないから、それはそうです、多分日々毎日12時間とか以上働いているの で、 そ う、 で、ね、そう見れないところをどうやってそのこういう視点をもうあるというところを、はい、そういう視点を見てもらうか、かつあとまあできればそれを工夫していく実装がどうやったらできるのかみたいなことを一緒に考えられる場ができたらすごくいいなというふうに
これはもうだから観光だけではないんですけど、うん、まさにそのビジネス折り紙に期待する部分、僕らがどうしても期待する部分の中の一つだと思うんですけど、いわゆるその成功体験ってやつですよね、うんうんうん、かつてこれでうまくいったとか、うん、でこれでかつて評判が良かったみたいなやつがですね、うん、どうしても強く残るんですよ、うん、で面白かったのは、今さっきの バイキング出てましたけど、今お子さんたちに子連れで来てもらおうと思うと、お子さんたちのアレルギーとかなんとかやっぱどうしてもすごく対応が難しいんですね、うん、でなのでバイキングでいいじゃないかっていうのことをポロって言ったことがあるんですけど、うん、僕が関わったスキー場はかつてバイキングでボロクソに怒られたことがあって、あつまりバイキングっていうのは手抜きだっていうイメージがもうあっていうのでやらないというようなことがあったりとかですね。確かにその一言だけを信じ続けるですよ、ね、疑う余地もないというか、うん、ありえないみたいなことがあって、うん、ずっとやらないとかいうことがあったりとかですね、はいはいはい、あと僕らの業界で有名な話は、これは東横インさんかな、東横インさんがかなり急成長した時にですね、実はホテルって中央制御 のエアコンとかを使ったりとかするわけです。でそうするとあれはとてつもなくこう元々が高額ですし、あとそのメンテナンスをするときにこう大変なことになるわけです。でそれを、確か東横インさんだと思いますけど、一番最初に家庭用のクーラーエアコンでいいじゃんって言って、うん、各部屋に家庭用のエアコンを入れちゃって、で壊れたらその時一番安いやつに取り替えればいいじゃんって、お客さんの誰が全部ビーバー全部三菱で見るんだっていう、うん、確かにリモコンが変わったと違ったら誰も気にしないよっていう、うんうんうん、むしろそっちの方がいい説もあるんですね一番新しい、うん、一番その何ていうんですか、うん、いわゆるエネルギー効率もいいやつにどん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 切り替えていけば、うん、で全部がいっぺんに切り替えられなくたっていいものにどんどん変えていくっていうふうに考えれば、うん、むしろお客さんにも地球にも地域にもいいっていうことになるんですけど、うん、でもそのホテルたるもの、うん、セントラルなんか中央制御のちゃんとってやつっていうとかいうようなことが結構いろいろありますよね。そうですよね、自分でね温度の感じ方それぞれじゃないですか。これ暑がりなんで絶対エアコンガンガン下げたいなとか思いますし、ね、とかね、うん、でも観光の悲しみでしたっけ、はいはい、あれはず、うん、傷つきましたねいや確かにそうだな、なんかそのおもてなしと言いつつすごく日常を見てもらおう、それが価値なんだよとかスローガンありますけど、実際かなり作っていて、うん、それはその商品だからっていうところで作っているなみたいなところの対価としてお金もらって、まあ、なんか本当にそうで、いやまあじゃあだったら僕はどうすればいいだろうっていうのをちょっともやっとしちゃいましたけど、ね、これはもうだから僕らも答え持ったわけじゃなくて、うん、ただその本物性って言ったりするんですね、オーセンティシティって言うんですけど、うん、もうこれはもう僕らの業界だけではなく多分もうそもそも美学だとかも含めて多分すごい議論のあるやつで、うん、ある話で、で僕ら観光になると急にギュッてわい雑になるんですけど、本物がいいっていうじゃなきゃダメなんだっていうふうにならないんですよね、うん、っていうのがじゃあディズニーランドどうするんだって話になって、ディズニーランドはやっぱ圧倒的に素晴らしい売れてるコンテンツですからね、観光の中でとてつもなく売れてて、とてつもなく今やもう収益率も高い、でも誰もあれを本物だと思ってないホテルですねと思うんですけど、っていうことが起きるんですよね。だからまさに何ていうかな、消費者観光客が何を欲しているか良しとしているかとしか言いようがないんですよね。なるほど。っていうところがちょっとだけ私も質問と話題提供というか、最近お二人とあれですね、今日の登壇のお話をする時も実は志賀高原で庄司先生のゼミのレクチャーをしていて、でそれでリモートで伊藤さんとつないで話をしているっていうものすごい状態でしたけど、あの時にでも実は両方と最近話していることで少し、観光のことで重なりがある話題がありまして、庄司先生と、一緒に志賀高原にいた時にはまさにその90年代に作り込まれた大箱ビジネスの功罪を今志賀高原のスキー場が味わっていて、その時代に作った大きいホテルを、ホテルないし旅館でそこで作り上げられたエコシステムが一度壊れて、でそれがまた新しい、
塾のビジネスとかにこう切り替わり、でそのもう一回新しい転換をしなければいけないんだけど難しいっていう、こう大箱が存在して大箱でやっぱり勝ってきたところが、なかなかそのパラダイムから抜けられない難しさがあるんだよって教わったんですね。なるほどと。で一方でまた伊藤さんとね、あの会った時の、あの大島に行った時に、あのまああれを大箱に行っていいのか分かんないですけど、やっぱり、伊豆諸島とかにこう行くぞと、その東京の諸島に行くぞっていうと、やっぱ学生の時っていうのはあのでかいフェリーで行くっていう、ですごい人数運ぶじゃないですか、はい、でそれ用に旅館とかもできてたりして、うん、だけどフェリーが朝着くと朝ごはん難民が大量に出るっていう、はい、これもなんかすごい不思議で、で旅館の人たちはいやちょっとそんな人が来ても朝ごはんを分けることはできないよ、うん、うちのお客さん泊まったお客さんだけだよっていう、まあ、そういう雰囲気になったりして、はいはいはい、なんかこのやっぱりこう大量に人を観光地に運んで、うん、でわーっと行ってもらおうっていうのがなんとなくやっぱり観光地の中ではスタンダードだったんでしょうね。でそれがとっても今のこうエクスペリエンスを重視した個別な、まあ、ホスピタリティ、まあ、そういうことにフォーカスしていこうとした時に結構そのなんですかね、資産が、うんまあ、ある種、まあ、邪魔をしているところもあるのかななんて思ったんですけど、その辺お二人どう思ってるのかなと聞いたんですね。大箱からの転換というんですかね、観光の ありそうですよね、うん、そのレガシーというか、うん、あの東京の島々も離島ブームっていうものがあって、1960年代から70年代、うん、めちゃめちゃ来ていて、その今の東京諸島の全体の観光客数 の3倍ぐらいは観光客が来てたの、うんっていう時代があったんですよ。でその時のためにもう急遽作られた宿とか、うん、大きなホテルとかが結構、特に大きな八丈島とかあの大島とかは乱立してて、うんうん、その時に大回転のために作ったホテルとか施設がもう今もう対応限界みたいな、うん、どんどんコンクリート壊れていって、で手放して廃墟になってるところもいっぱいあって、うん、っていうところをなんかどうにかしようとは思ってるんですけど、どうもできない、その手段もわからない、うん、っていうところの悩みは結構大きな島こそすごく抱えてるなみたいなところがありますし、そうですね、まあ、あとはだからこの価値観がやっぱり来る方々の価値観がどちらかというと変わってきている感じの中で、もともとその離島ブームのためにとにかく箱があればいいと思って作っていたものとのミスマッチというのは非常にあるなというふうに思います。だから今どういうこういう来てほしい人は誰であるかみたいなことをなんか事業者側が僕整えるのもすごくいいなっていうふうに思っているんですよ。なるほど。はい、観光客のまあインドに合わせてピンポイントでこういう商品やっていく方が売れるみたいなことももちろんあるんですけど、どちらかというとその事業者がそのどう行きたいかっていうのがそもそもあって、そこにこの宿を通して何が提供できるかっていうところにこの考えを外の考えをミックスしていくっていう手段が結構重要だなっていうふうに、稼ぐということに先走るというよりは、なんかせっかくあんまり売れてないんだから一旦考えてあのどうありたいかから今の事業をもう一回修正できるみたいなことを考えたいなと思って、結構地域との関係性を築いたりとかっていう努力をしていますがっていうところですね、うん、なるほど、すみません、なんか貸して、そうですね、あのおっしゃる通りで、まあ、箱物あの、うん、観光ホスピタリティっていうとどうしてもそのさっきのもおもてなしのイメージがあるので、あの労働集約型っていうふうにすぐ言われるんですけど、でそれもまあその側面もあるんですけど、でもビジネス全体で考えるとやっぱ圧倒的に資本集約型なんですよね、うん、最初に相当建物にお金がかかっている、うん、だからそれがきちんとあの焼却されないままに、利益が生まれないままに経営がおかしくなると、その建物だけが残って経営があの経営者がいなくなっちゃう、潰れちゃうっていうことがどうしても起きるんですよね。でそうするとそれが廃墟とか使われない、まあ、ボロ屋としてその地域に残るっていうことになるわけです。でそれがさっきの借景のまた逆のパターンですよね。負の借景が起きるわけです、うんうん、でそういうものが実際に今もう日本人の観光地で起き始めていて、でそうするとそのまあ廃屋廃墟みたいなのがあったんでは観光地台無しなのでなんとかしなきゃいけないっていうところまではなる、当然なるわけです。でそこに今や国がですねかなりの部分の援助をして、その廃屋を撤去してもいいよと、廃屋を撤去する費用を半分、場合によっては3分の2負担するよとかいうところまで、まあ、もう許可でも全額出してもいいよって言ってくれるんですよ。でもそれでもうまくいかないんです。
なぜだと思います？お金出す人の論理として、うん、今あるものを更地にするっていうためだけに金を貸す人は出す人はいないんですよ。このあと何作るのって言われる。この後のプランができるんだったらこれを廃墟にする、更地にこれ撤去する費用を出してもいいよってなるわけです。だからみんな考えるんだけど、そこでまさにまとまらないんですよ、うんうん、今までの大きな箱でやってきたビジネスに慣れてて、でそれがダメになってるわけですから、大きなものを作っても絶対ダメなことはさすがにわかる、うん、じゃあどうしようっていうと、その成功体験はもうダメだってなってるけど、じゃあさあ次どうするのっていう時にアイデアが浮かばないから今困っちゃってる。だから国はもうほとんどこれ廃墟を撤去するのに全額出してもいいよぐらいのことを言ってるんです。あるいは地元も定理で融資しますよ。で問題はこいつを撤去した跡地で何やんのっていうアイデアが出てこない限りはこのお金が出てこない、執行されないんですよね。だから余計にみんなが今ここでやるんだったら何すべきなのっていうアイデアを出さなきゃいけない、出そうと思ってはいるのですがっていうところだと思います。前回庄司ゼミの合宿でも学生のテーマはかにそこに集中してましたよ ね、うん、ね、やっぱりどうしてもそのまさにその撤去するためだけにお金を払う人はいないと、うんうん、じゃあどうやってそれを、うん、むしろなんて維持するかっていう話と、はい、あとはそれを誰かに引き取ってもらうかみたいな話にならざるを得ないと、で出口探しの、まあ、合宿だったって感じなんですで伊藤さんのところもね、そういう意味では大島だけではないと思いますけど、そのやっぱり今あるものを生かすかまたはチェンジするか、こういう議論って割とこう島っていう経営の中では議論すらしにくいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、どうなんですかね。そうですね、うん、だから結構やっぱり今あるもので空いているけれども、そこにはやっぱりプライドと か、 なんか精神的なものがまつわって、うんうん、すごい強そうですもんね、はい、でいて、うん、なかなかそれを次に使うアイデアとか人がいたとしても動かないって結構ロックみたいなものは非常にあるなっていうふうに思ってて、うんうん、まあ、そのうちにその物件とかはもうどんどん負の借景みたいなことになっていって、ね、っていうところはすごく抱えてるなっていうふうには、うんうん、現状すごく思いますね。ビジネス折り紙で、まあ、スタディーを、うん、まあ、どちらもさせていただいてますけど、うん、まずそのこのコミュニティの社会の構造がどうなってるのかっていうのを理解するのに、はい、まずあれが使えるなというのがありますね。まあ、滋賀高原もなかなか強いコミュニティが、うん、地域にあって、何かやっぱり考えるときにはそこのルールも当然配慮しなきゃいけない、うん、あ、そういう人たちがこういう理由で、はい、こういうふうにチームを組まれて、うん、歴史的に組まれていたんだなとかっていうのも、まあ、理解できますし、うんうんうん、でそれをスタディした上で、じゃあ新しいアイデアを、まあ、考える、はい、でそれは既存のものに一回とらわれないで考えるんだけど、最終的にはそのアズイズを一回飲み込んでいるので、うん、どこがクリティカルかって結構みんなも理解してるんですよね。なのでただアイデアを考えるときにこうビジネス折り紙を使うだけではなくて、今こういう生態系だよねと、うん、で自分が生み出すアイデアは次こういう生態系を作ると、じゃあこのスタートのデザインはどういうふうに置いていくのかみたいな、うん、まあ、最近で言うとその移行のデザインっていう部分にだいぶ何ですかね、地域の場合に重要性があるのかななんて思いました。そうですね。だからなんかすごくビジネス折り紙がいいなと思ったのは、その当事者の特にステークホルダーのトップの人を責めるわけじゃないということが分かるみたいな、言われましたね、はい、うん、なんかその人が悪いみたいなことを、うん、その何も俯瞰して見ない中で話し合うとそういう構図になりがちなんです、うんうんうん、その人が怠けているとか、うん、なんか頑固だみたいな話になっちゃうんですけど、うんうん、そういうふうにテーブルの上で当事者も含めていろんな角度で見ることで、うん、その人実はすごくなんか何か抱えているとか、うんうん、どこがロックされている部分なんだみたいなことを建設的に話せて、それはその人個人が悪いというこれ仕組みだよねみたいな話に消化できる。と本当に成仏してもらって、その構図にねその人じゃないです危なかったですよ、ね、その人じゃなくて、はい、その構図自体に成仏をしてもらった上 で、はい、そうですよね、ようやく次のステージに向かえるみたいなことの可能性、うん、そこに僕も引っかかってたから、うん、今回このビジネス折り紙がそういうところにかなり引っかかるツールなんじゃないかなっていうふうに思えたっていうところですね。観光分野の方々と、まあ、実は他のところでもやったことはあるんですけれど、うん、やっぱり
ビジネス折り紙の使い方を見てると、うん、あのリソースって書かれたカードに非常にこうやっぱり、はい、あの反応されるわけですよね、うんうんうん、でそれってさっきの価値競争の話かもしれないんですけど、もちろんその訪れる方のその自分の持っている知識リソースとか教養っていうのももちろんそこで発揮されるし、関心とか、うん、だけど逆に提供者側にもなぜここでこれをやってるのかっていう、うん、情報であったり、まあ、知識とか経験があって、そこでこう組み合わさすときに多分最高のホスピタリティが多分生まれてるんだと思うんですよね、うん、なんかそういう議論を、まあ、無意識のうちに皆さん共感してもらってるのかなと思って、うん、あの時々観察をしてますなるほどね、うん、でもこのなんか僕はこれを何件かテストでやってみた上で、はい、その、まあ、ファシリテーターとか場作りをやる人にとっての視点もすごく育成されるんじゃないかっていう仮説を持ったんですよ、うんうん、っていうのは、まあ、今本当に今日なんですけど、うん、あの伊豆大島でその自治体の OSA と商工会信用組合みたいなところと民間が今連携してちょっといろいろやろうみたいな特定のテーマをもとに、うん、っていう話をちょうど今日してきてて、うん、そういう時の資料を整理するにあたって、うんうんうん、一体この人それぞれにこれをやることにはどういうメリット、もしくは痛みがそもそもあったんだみたいなところを考えて資料を作ったりとか、あのお伝えできるみたいなところの視点を、これやった直後に僕その、 あの関係性をコーディネートするみたいなことをやれたので、すごくはかどったというか、なるほど、あのありがとうございますっていう感じでした。ちなみにあの今度やられるイベントの話も軽く告知してたらどうですか？そうですね、あの、はい、それはあのちょっと告知になっちゃうんですけど、10月28、9もう今月ではあるんですけれども、地域の資源をあの活用したで、いろいろ事業をしている方って多くいらっしゃる。でそういうところをやっている方の事例とかを実際に伊豆大島で体験しながら、その中であのそれをどう生かすんだみたいな方法とかも学びながらも、自分たちでちょっとアイデアを出してみようみたいなワークショップもともと結構やってるんですけど、今回あの10月28、9であって、今日が締め切りなので、今日この場に来てる方は申し込み間に合うということで、はい、これあの丸さんファンがいらっしゃったらもう一緒に時を過ごせるのであと僕ファンがいるか分からないですけど、もう一緒に時をね、一泊二日島で あのワークができるというだけでも価値はもしかしたらあるかもしれないんであの東京都リトーク、このメディア の見ていただければ、その申し込みサイトもページもありますので、ぜひよかったら。今回たまたまなんですけど私 あの武蔵野美術大学丸山ゼミの合宿を大島でやろうと思ったら、それがぴったり重なっちゃったんで、なのでじゃあそのワークショップ一緒にやるかみたいな話になりまして、はい、あのぜひ体験してみたい方は、ね、竹芝桟橋からだいたい1時間45 分、45分で大島着きますので、はい、あの、まあ、あとはあれですね、調布から飛行機で20分と。あ、もうそうですね、うん、はい、それで大島着きますので、はい、熱海からもフェリーで45分とかですね、すごい近いんですよ大島。そうですね、精神的距離はちょっと遠いんですよ、ね、それを言ったらおしまいでしょういや、そこをどうしたらいいかなっていうのは、まあ、港区の隣ですからね、はい、港区の先にあるのでちょっとね、なかなかお話は尽きないですけれどもあの結構な時間が経ってしまったので、うん、ここで一旦区切らせていただきます。改めてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、じゃあちょっとせっかくなので、多分質問をねされたい方もいらっしゃると思うので、どなたか何か質問ありましたらぜひ。こちらの話ありがとうございました。お話聞いていく中で、そのやっぱり関係者のその当事者意識みたいなことってすごく大切なんだなっていうのを学ばさせていただいたんですけど、なんか実際にビジネス折り紙を使われていて、その私も結構研究室のワークショップとかでそういうステークホルダーを可視化して、今現状がどういう状態なのかで、今後どうしていこうかみたいなのを考えていくときに、その実際に今後どうしていこうのになるそのビジョンみたいなところって、結構関係性を可視化しただけではなんかみんなが統一できにくいところがあるなって思って、なんかそういうところって、まあ、ビジネス折り紙を使ったその先にあるのかなと思って、なんかどうされていたのかなっていうのが気になりました。所属と名前を多分、あ、
申し訳ないです名乗らずに所属は千葉大学の、工学部の大学院に行かせていただいててデザインコースになります。田中美穂子と申します。ありがとうございます。じゃあ2人どうですか、はい、いやそうですよね。だからまあビジネス折り紙を僕が実践し始めたら本当に最近の話なので、あのそこの流れからビジョンとか実践に移すということをまだ経験はできてはいないんですけど、まあ、それ以前もその場作りみたいなことをやっている時に、まあ、僕はもなんか最も大切にしていることは何て言うんだろうな、それぞれにウィンがあることだというふうに思っていて、あの一緒にやるかやらないかということをまず決めないといけないじゃないですか。その何そういうふうな何か負があった時にそこに対して何かやりたいという気持ちはみんな大体一緒であるという前提をした時に、その時にそれぞれが何をできるんだとか何が得意であるみたいなこととか、それをやることで自分に何が返ってくるんだみたいなところの、もっともっとその参加している人たちの個人を掘り出すみたいなワークとかをする、価値観とか得意なこととかっていうのを掘り出して可視化した上で、それが僕ら組むとあの掛け算的なあの状況になれそうだよねっていうことを確認するという作業を必ずすることで、それを確認した上でやらないという手段とか人も出てくるんですけど、それを確認できてからやるということが何かその実行に移すにあたってはすごく重要かなというふうに僕は思っていますという回答で大丈夫ですか。こんな感じ、はい、そうなると思ったんですよね。お答えのが美しいので生前あのもう僕はもう、はい、ビジネススクールなのでもう極めて下世話に、一方でビジネスプランを作るっていうのと、うん、ほぼ両輪で動かしています、うんうん、それは誰がお金払ってくれるのかとか、お金を払ってもらえるだけの価値なのかとかっていうことと、もう全体をもう一回そのなんていうかな、何度も出てますけど当たり前な風にしないで、もっと他に別のところからお金払ってくる人もいるんじゃないってなことを見つけるためにビジネス折り紙は一方で使いながら、一方でいわゆるもっとなんか当たり前のガチガチのどうやってビジネスプランにして稼ぐっていうモデルにしていくかっていうことと、僕は多分両輪でやってるっていうのは多分僕の中でお答えかもしれません。大事ですね僕足りないと思います。ビジョンって言われましたよね。ビジョン、あのビジョンということの話だとすれば、あの僕自身はビジョンはビジョン形成っていうふうに 言ってるんですね。でビジョンっていう話をされた時に、そのビジョンは何かステートメントだったり映像だったりそういうものを指す人が結構いらっしゃって、まあ、それもそれで理解できるんですけど、それはビジョンのあるスナップショットを収めただけ でそれ自体は僕はビジョンではなくてビジョンのビジュアルエイドだと思うんですよね、触発するために。でビジョンっていうのはまさに今あの伊藤さんとかやられてることみたいにビジョンを形成する、つまりビジョンを、描くというのは彫刻でみんなでこう削ってるみたいな、粘土を固めてるとか削ってるですって、いろんな角度からあの捉えてますよね。でそこに出てきている、まあ、彫刻しているモデリングしている行為のそのもの、それがビジョンだと思うので、多分今伊藤さんはビジョンを形成中ってことだと思います。なのでビジネス折り紙を使ってビジョンを形成中なわけです、うん、私から見ると。はい、はい、千葉大学院の2年でデザインマネジメント研究室に所属している柴崎真理です。今現在あの千葉県の岩井海岸で廃校になった臨海学園をリノベーションするプロジェクトに参加していまして、でその建物自体のコンテンツを考えたいんですけど、やっぱり岩井地区全体がその豊かになっていった方がいいなって思っていて、なんかそうした時にその岩井地区にあの観光というか行った時に結構皆さん平和な雰囲気というか課題意識はそんなにないなって思っていて、まあ、人口が減ってってるっていうことに不安はみんな感じているんですけど、じゃあこうしたいっていうような人がそんなにいないんじゃないかなと思っていて、そういうところでどうやって関係人口を増やしていったらいいのかとか、そもそもその地域で満足しているんじゃないかっていうところにたくさん人を集めるっていうのは
いいことなのかなっていうのをちょっと不安に感じています。なんか本当に僕が持ってる課題感にすごい近しいというふうに思います。さっき話したじゃないですか、東京諸島がやっぱ東京都であるということのメリットはもちろんあるんですけど、その一方で非常に守られていて危機感が持ちづらいみたいなところがあると思っていて、でもそのコンテンツを作るっていうのが今ゴールっていう状況なんですか。でそのコンテンツを作るにあたってこれは本当にいいことなのかっていうのがもやっとされてるみたいなところ、確かにそうですよね。せっかく自分が時間とかいろいろ使って作ったものがあんまり使われないとか理解されないっていうのは悲しいっていうのが確かにあると思ってて、だからこそさやっぱり包まれているし地域を作っているのは島じゃないわその地域の方だとされた時にはやっぱりなんて言うんだろう、こうなんとなく今平和風だけれども本当にそうなのっていうところを、しっかり見てみるみたいなところで、その人たち自身が課題とか何か危機感を何か持っている部分っていうところがどういうことなんだろうみたいなのをまず調べるみたいなプロセスの方が大事かなみたいなことは思っていて、で、さっきは言えなかったんですけど、その海士町っていうところでは最後に地域の最後の住民が船に乗って出て行ってしまうみたいなところをデータも含めてエビデンスも取りつつ文章化してるんですよ。それを見た時に住民がこういう世界線でいいですかっていうのを、取ることをしてて、それを見た時に僕すごくそれいいなと思って、ネガティブアプローチなんですけど、このまんま何もしなければ今豊か風に生きていけるけれども、実は孫ぐらいの世代ではかなり厳しい状況になるぞというところをビジュアル化するっていうことが重要だなというふうに思ってて、危機感を意図的に見えるようにするみたいな作業が大事だなと思っています。だから東京都リトークっていうのはメディアを通してやっていて、いろんな人の取材を通して定性的な情報も収集しながらも、ちょっとこれまだやりきれてないんですけど定量的な数とかデータとかっていうのを合わせて、今1年半後ぐらいに一旦バツッとビジュアルを作って、このまんまだとこうなってしまうというのを、文字だけじゃなくていろんな表現をしながら作るという作業を地道にやってるみたいなところがあるので、そこまで時間をかけるか置いといて、なんかこのまんまやってたらどうなってしまうんだろうみたいなシミュレーションみたいなものを協力しながら作ってみるっていうのは一つのアプローチとしていいのかなというふうに思います。以上です。はい、先生なんかご質問いただいてるなんかこう前提みたいなところがちょっと僕は今一つよくピンと理解できてなくて、すみません申し訳ない、多分ピント外れなのと思うんですけど、またすぐまた下世話な話になっちゃうんで僕だとね、だからすごく分かりやすく下世話に言ってシンプルに考えちゃうと、それで多分自分にメリットがあるな、もっと分かりやすく言っちゃえば儲かるなっていうふうに思える人は手伝ってくれるだろうし、そうじゃなきゃ手伝ってくれないのは、ある程度大人だと当然かなっていう感じだな。で何かで協力する労力を考えた時に、なんかよく綺麗になるよねとかハッピーだよねって言ったってなかなか続かないよねっていうのは、だから一つの、僕なんかよく使うキーワードはだからそれで本当に、今日も言ったけどその地域に仕事が生まれるのかみたいな、仕事が増えるのかっていうところのなんかこうクライテリアというかキーファクターのインデックスみたいなやつは結構いつも気にしますね。そうじゃないとなかなかいいことだよねって言っても、大人は動かないかなって僕なんかは思っちゃうので、そうですね。メリットそれをやるそのコンテンツを実現した上でのメリットというものを可視化するのが一番いいかなっていうふうには思います。それが経済であることが主だと思います。僕やっぱり大人でそれぞれ働きながら何かやってるとしたら、そこに何かリソースを割くんであれば、やっぱり何かしらのメリットちゃんとお金が回るっていうのかな、
だそれはだもうちょっと言うとさっきあのお布施の話が出ましたけど、お布施もだから必ずしも、うん、なんていうかな、実際に収入が上がるってだけでなくてもいいと僕も思ってるんですね。でお布施がやったら何かというとですね、結構講演会とかコンサートとかをバンバンあの呼んできたんです。でそれがちょっと今またいろいろトラブルもあるんですけど、でその時に最初僕はてっきり観光客を持ってきてほしいから観光客向けにやるんだと思った。でそうじゃなくて地元の人のためにやるんだっていうのを明確に言ってました。つまりその観光業ってどうしてもみんなが同じように何ていうかみんなの収益みたいなのがいっぺんに一緒に上がらないので、儲かる人とそれをねゼロとは言わないけどあんまりいい思いしない人がどうしても凸凹が出ちゃうので、そうした時にみんなのメリットですよって言えるものは何かって言ったら、そのちょっと言葉悪いけど田舎の小さな町で普通だったら呼べないような有名な人が来てくれて何か講演してくれる、なんかこうイベントがコンサートが見られるっていうことで還元するんだみたいなことはお布施の人たちは言ってましたね。あと今僕が関わっているやつだとそれが今度だからお祭りみたいなやつがもちろんみんな維持してほしいと思う、維持したいと思ってるけど、その昔みたいに一部のとんでもないお金持ちが支援するみたいなことはなかなかできないから、そうするとやっぱり観光とかを使ってちゃんとその分のお金を確保するってことがしないと、それこそねぶた祭りとかあのクラスでももう維持できないよねって話になっているので、そういう意味でのまあメリットっていうのがあるかもしれないけど、いずれにしろなんかちょっとそういう、うん、それはやっぱりそれはメリットみたいなものがちゃんと見えないとなかなか無理だよねっていう感じは僕は持ってるけどね、うん、ありがとうございました、はい、ちょっともうちょっとあの具体的に課題とかも調べて、なんかその地域の人にメリットをなんか目に見える形で還元するっていうのもちょっと考えてみようかなと思いましたありがとうございます。それでは、関係を生み出すデザイン第5回トークビジネス折り紙の可能性を終了とさせていただきます。伊藤さん、庄司先生、丸山先生、永井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。それではここで収録の方も終了とさせていただきます、ご来場の皆さんもありがとうございました。